こんにちは、クリッカートミーです。 BMW の M パフォーマンスやアウディの S ラインなどちょいワルモデルシリーズに韓国ヒュンダイが参入するようです。その第1弾 i30M ライン市販型プロトタイプがニュルブルクリンクで高速テストを開始しました。キャッチしたプロトタイプはテープも貼らない完全フルヌード姿。ヒュンダイの新たなホットシリーズへの思いが伝わってくるようです。フロントマスクにはアグレッシブで大きなグリル、 LED デイタイムランニングライトが埋め込まれた大口のコーナーエアダクトが確認できるほか、サイドスカート、リアルエキゾーストパイプ、ルーフスポイラーを装備。またリップスポイラーやディフューザーに赤いアクセントが施されています。 i30 ベースモデルには最高出力118馬力を発揮する1リットル直列3気筒エンジンおよび最高出力138馬力を発揮する 1.4 リットル直列4気筒エンジンをラインアップ。一方、今夏にも発売予定のハイエンドモデル N は最高出力250馬力を発揮する直噴2リットル直列4気筒ガソリンターボ TGDI エンジンを搭載します。今回捉えた N ラインはその中間の200馬力程度が予想されています。価格はハイエンド N の 39,995 ユーロよりお得な400万円程度が予想されています。このフルヌードからワールドプレミアは2018年内に行われる可能性が高いそうです。